けれたけれたけれ心は殺すことある。今回の動画は大阪府ガンバ長谷川さんの提供でお送りします。ご支援いただきありがとうございます。これからも応援よろしくお願いいたします。すみません、はじめまして。はじめまして、よろしくお願いします。じゃあ、三谷と申します。あ、よろしくお願いします。いつも見てます。あ、本当ですか？あ、見てますよ。僕も、はい。なんか、YouTuber さんっていう人たちがいるんだっていうので、4、5年前ぐらいに、はいはいはい。なんかとにかく、なんか、海外の危険なとこいっぱい行ってたじゃないですか。はいはい、めちゃめちゃ行ってました。そう、で、なんか、北朝鮮行ってきましたとか。はいはい。そんなのもう、その YouTube で、はい。確かにこれテレビとかだと、はい、そこに行くのにめちゃくちゃ申請とか、そうですよね、いろんな人の許可とか、はい、あとなんか、まあ、結局なんかギリギリまでめっちゃ調べて行くぞって手前でなんかやっぱダメですみたいなのになるとか、はいはい、あるところだけど、こんなサクッとしかもなんかな、ね、生々しく お届けしてくれてる YouTube あるんだろうって衝撃受けた記憶がありますよ本当に。嬉しいです、ありがとうございます。なんかだからそテレビの人って結構 YouTube のことをバカにしてたりとかする風潮が昔からあるんですけど、はいはいはい、今はだいぶ減ってきたと思うんですけど、はい、でもそんな中でなんかその子供向けとかじゃないもう何ですかもう、はいはい、大人の人がこうゾクゾクしちゃうようなものもあるんだと思って、はいはいはい、それでびっくりしちゃったよ、共感。まあでも逆に YouTube やったからこそできたっていう感じですね。あ、まあ、そうですね。そうですよね。はい。それで、まあ普通に最近、まあいろんな人にこうお伺いさせてもらって、ちょっと、あ、もしかしたらよかったら、みたいな感じでオファーさせてもらったんですけど。ありがたいです。すいません、本当に。いや、僕もあの YouTube のコメント欄とかで、はい、出させてくださいって書いたことあるんですよ。え、嘘？本当に？そうです、そうです。あ、見逃してました。はい、いえいえ。全然。で、そっから数日経って、はい、Twitter でフォローくれたりとか、はいはい、あと、僕の公式 LINE の方にメッセージいただいたんで、はいはいはい、それがきっかけやったんかなと思ったんですけど、ちゃうかったんですね、タイミングは。そうですよ、普通にオファーしても断られそうかなとか、なんかそんな思いとかあって、はい、でも、まあ、まあ、行ってみるかぐらいの感じですね。なんか嬉しいです、はい、それで、あ、やったみたいな感じで。もう知り合いとか友達の YouTuber とかめっちゃ出てたんで、やっぱ気になるじゃないですか。ああ。で、やっぱりこう自分のチャンネルでは語らない内容とかを結構皆さん赤裸々に話してて、はい、なんかすごいこういろいろと勉強させてもらって。いやいや嬉しい、そんなこと言ってくれて。ジョーさんもう、はい、でも YouTuber 歴で言ったらもう何年ぐらいなんですか？もう6年は経ったんじゃないですか。7年目とかやと思うんですけど。7年目ですか？はい。でも30歳ですもんね。もうちょうど30ですね。ああ。はい。この前、あれ、150万人になったんですよね。つい3日、4日前ぐらいに150万人になって。いや、だから、すごい。いや、ありがとうございます。その、だから、7年ってからの、大変じゃないですか、YouTube 続けるのって。大変ですね。いや、でも、こんなに続いたの初めてです、物事を継続的に。そうですか。はい、なので、肌に合ってるんやなと思います。うん、そう。あとこのなんであんな説明うまいんですか？あ、なんかその、はい、最近海外行けないから日本の地域行ってるじゃないですか。そうですね、日本のディープスポットとか、なんか歴史的背景が根深い場所とか行ってるんですけど、なんかめちゃくちゃ勉強してます。あ、そう、それを勉強されてるのも思うし、はい、単純に何ていうんですか、説明が、はい、言った小学生にでも分かるぐらい丁寧にできてるっていうのが僕の感想で、僕が感性が小学生なんで、ほんまに自分でも分かりやすくないと視聴者さんには伝われへんかなと思って。それがすごいなと思って、奥色に変えてますね。あんなに分かりやすく、はい、
そういうとこの背景を、いやでももう最近ですそんだけ勉強するようになったんとか、その海外行く分でディープスポット行くってなった時に自分の命を守るために勉強とかはしてたんですけど、実際視聴者さんに伝えれるほど深く勉強し始めたのは最近です。あ、そうなんですか。前はもっとこうもうちょいぶつけ本番で説明もちょっと端折って、どっちかって言って絵面というかハラハラドキドキで見せるっていうことやったんですけど、やっぱり影響力が増えてきたっていうのと責任と、あとやっぱもっとこだわってやらないと視聴者さんにもっと伝わらないなっていうのが最近やっぱ YouTube 過渡期なんで、そうですそうです、なんか本腰入れてやってます。あ、そうなんですね。はい。あ、すげえですね、いきなり始まるんですね、やっぱ。そうですね。うわーってなりました。そうですね。スタバで待ち合わせやったんで、てっきり打ち合わせもあるんかなと思ってたんですけど、全然もうぶつけ本番やったんで、むしろ嬉しいです。はい。でも大体いつも生まれたからみたいなことを聞くチャンネルなんですけど、はいはい。お父さんは、生まれは関西の方ってことですよね。そうです、関西です。大阪市の生野区っていうところです。これはなんか出してましたもんね、実は地図から消えちゃった地域だみたいな。そうですね、地図から地名が消された伊海野っていうところがルーツで、もともと在日韓国朝鮮の方々が、まあ、今でも結構多い地域なんですけど、はい、そこがルーツですね、自分の。それは、お父さんとお母さんは、何してる人だったんですか。でも普通の会社員なんですけど、親父は在日韓国人で、でもう帰化したんで僕が18の時に、なのでもう今日本人なんですけど、でお母さんは日本人ですね。なのでもともとハーフっていうんですかね。ただもっとたどると、親父の方のおじいちゃんが第二次世界大戦中に、その当時多分出稼ぎやったりとかで日本に来て、その今でいう生野区っていうコリアンタウンってあるんですよ、うん、東京で言ったら新大久保みたいなところなんですけど、うん、そういう在日朝鮮人とかがルーツの人たちが移り住んでるところにおじいちゃんが来て、うん、でそこの末裔ですね。あ、兄弟はいるんですか。兄弟います。兄弟は下に3人いますね。妹が2つ下 で、うん、で弟2人は親父が1回離婚して、で新しいお母さんって言ったらおかしいですけど、お母さんが来て僕が中学生の時に、でまた再婚したんで、その間に弟2人が生まれたんで、弟はまだ小さい、若いというか、なんか大学2年生とあともう1人が中学生ですね。あ、そんな離れてる弟がいる。離れてます、離れてます。でそれで小学校とかは普通に地域の小学校に行くんですか。そうですそうです、もう普通の地域の日本の学校行ってまして、うんうん、でもその地域っていうのは、生野区っていうのは韓国朝鮮のルーツを持つ人たちが多くて、うん、でもうクラスでも多分半分以上か半分近くそういうルーツ持ってる人たちが多くて、ただ日本の学校やったんですけど、授業も終わってからなんか民族学級っていうのがあって、へー、でなんかその朝鮮のルーツとか歴史とかを勉強したりとか。民族学級ってなったら、それ専用の、はい、先生がいましたね。孫仙人って呼んでました。先生って意味ですけど、日本語でいました、いました。その特別学級っていうのは、在日系の方々だけ受けるんです、それも全員受けるんですか。あ、でも全員受けれました。あ、じゃあ日本の方も受けるんですね。そうですそうです、やっぱその辺の地域が一帯がやっぱりそういうルーツを持つ人たちが多いのと、なんでもうみんなでそこの歴史を学ぼうみたいな、で結構自由な感じでしたね。どんなキャラクターですか、その当時は。いやでも僕今でこそこう海外行きまくって人と出会って喋ってやってますけど、その時はめちゃくちゃ人見知りでしたね、小学校の時とか。あ、そんな快活な感じじゃないですか。もう打ち切でした、打ち切でした。もう人のことばっか気にして生きてましたね。そうなんですか。そうですそうです。でもそれもなんかやっぱり何ですかね、生まれてでちょっと経ってから親父が離婚して、幼少期の頃でそのお母さんが離れていってとか、なんかそういうこともあって人のこと気にするようななんか側面がありましたね。お母さん何歳でいなくなっちゃった。僕は幼稚園ぐらいの時ですかね。あ、それででも珍しいですね、その父方の方に作って。そうですね、なんでかわからないですけど、まあ多分大人の都合でいろいろあるんやと思うんですけど、父方の方について男で一つでみたいな感じでしたね。シングルファーザーで、じゃあそれお父さん仕事してるじゃないですか、はい、夜ご飯とかどうしたんですか。おばあちゃんとかさ、いや近くに、近所のおばあちゃんとかがいて、鍋作りに来てくれたりとかしてましたし、それとも親父がもう袋麺とかバーって作ったりとか、あと親父もまあ
あの時間ある時自炊してくれたんですけど、ただ結構なんかレトルトカレーとかあの失敗しながら自分一人で作ったりとかで、そのおばあちゃんもよくしてくれてたんですけど途中で亡くなってみたいな。だからもう結構自分の元から誰かが大事な人が離れていくんかなとか、なんかそういう寂しい感情っていうのは背負ってたんで、すごいこう気を使ってた部分ありましたねその時。でその何ですか、いわゆるそのみんなでサッカーしたりスポーツ少年みたいな感じでもないですか。あ、途中からやっぱりそうやって気使ってたんで、あの友達がやっぱり支えてくれてたというか、あの友達といることがすごい救いというか幸せやったんで、もう毎日のようにやっぱ親父帰ってくるの遅いんで仕事から、だからもう友達と遊びまくって、で近所の人らとかの家とか遊びに行かせてもらって、なのでなんかそこからどん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 社交的な扉を開いていったっていう感覚ですね。そのヤンキーみたいなさ多いんですか地域からは。多かったですね。やっぱりその生野区ってあの西成っていうあるじゃないですか、うん、日本一のスラム街とかって言われたボードが多い、過去に多い地域ってやった、そこと並んでやっぱ治安の悪い地域って言って、仲間連中友達連中っていうのは悪さするって言っても、まあ悪さしましたね。でもやっぱり僕もやってましたね。友達がやっぱりやってるからこそついていって、もうみんなで万引きしたりとかで喧嘩行くやつとか、ヤクザの事務所に突撃するやつとかもいましたね。生野連合っていうのがあったんですけど、言ったら暴走族みたいなもんなんですけど、まあ、そこに入る連中もいましたし、で僕はちょっとそこから距離を置いて、でそこの辺から勉強を頑張って、なんかちょっとこの地域を離れようと思って。それ何歳ぐらい、12とかですか。中3ですね。サッカー部やったんですけど中学の時、そのサッカー部やめて、あ引退して、でそこからちょっともう勉強を頑張って、だから道がいろんな道分かれましたね。よくそれちゃんとその判断できましたね。だって友達とかもその言ったらヤクザにスカッとされちゃうような子も出ていくわけですもんね、はい、そんなやんちゃだと。そうですね。でもなんか自分の中で何かしたかったんですよ、うん、やっぱりなんかこう固まって毎日同じことをして、で悪さしたりとか、うん、まあ喧嘩したりもそうですし、なんかそういうのに対して鬱屈した日常というか、なんか打破したいなっていう思いが芽生えてましたね、うん。でさ、その時くらいのなんとなくの将来の夢って何だったんですか。なんかそのあるじゃないですか、こうなるんだろうな自分はみたいな。いや、すごいこうでっかい人間になりたいなとか、あと有名になりたいって思いがすごい強かったんですけど、それもなぜかというと、自分があの幼少期の頃、うん、まあいろいろと記憶あるぐらいの状態の中で母がどっかに行ったんで、でやっぱりそれをなんか自分では親父に対してこう隠してたんですよ、寂しい気持ちっていうのを。やっぱその親父は男で一つでこう育ててくれて、親父とかの前では寂しい気持ちっていうのを出さなかったんですけど、でもやっぱどっかで他に会いたいなみたいな思いがすごい強くて、寂しい思いしたんで、でパッとテレビとか見てた時とかに、なんかあるじゃないですか番組で、こう疎遠になった母と会うとか、なんか疎遠になったあの人と会うとか、で有名な人ってやっぱりこうみんなに知られてるんで、だからその自分が楽しくて健康で元気に生きれてるっていうことをどっかであのお母に伝えたいなって思いがちょっとふつふつと上がってて、っていうことは何かこう自分の中で一つ掴んで結果を残すなり有名になって、その状態でちょっとお母に会いたいなっていう思いが強くなってたんですよ。それもあるから大きくなるためはこの不良軍団に居続けたらやばいなっていうのもあってどうですか。ありましたね。まあでも多分根が真面目やったんですよ。薬とかの売買で入ってる連中とかもいますし、金貸してって言われたこともありましたし、ちょっと有名になりだした頃にもうそういう人たちとは距離を置いてますけど、好きでしたけどね全然。みんなも根はいいやつやったんで悪いことしてますけど、なんかすごい覚えてるのが、そのお母さんがたまに会いに来てくれてたんですよ。僕にその離れていったお母さんがたまにこう会える時があったんですけど、その時にあのプレゼントでゲーム買ってくれたりしてたんですよ。じゃあ次もまた買ってくれるってなるじゃないですか子供って。じゃあその当時ゲームキューブが新作で発売されてたんで、じゃあ次な俺ちょっとおかんと会ったら久しぶりに会うからゲームキューブお願いしようかなって思ってんねん、だから一緒にやろうやみたいな、その悪い友達に言ってたんですよ。じゃあその悪い友達が、でもそんな久しぶりに会うのになんかそんなお金のおねだりとかして大丈夫なみたいなとか言ってこう心配してくれて、そのお母さんのことこいつめっちゃ優しいやんみたいな、普段めっちゃ悪いことしたりとか人のこといじめてんのに、あなんかそういうのってあるんやな人にもって、こうその当時なんかすごいそういう鮮明に残ってますね。そうか、悪いやつも優しい心あるみたいな。そうですね。そうですね。ちなみにさっきおっしゃってた、はい、
2人目のお母さんがやってくるみたいな、はい、ってのは中学何年、中学2年ぐらいですかね。初めね、お母さんに、あれ、親父に友達ができたって言って紹介されて、で、お姉ちゃんやからちょっとお父さんの仲いい友達やからよろしくって言って、で、一緒になってこうユニバーサルスタジオジャパンとかできた当初やったんで行ったりとかしてたんですよ。親父が40で、で、その当時お姉ちゃんは20歳やったんですよ。お父さんの方が年近いです。僕の10個上なんですよ。だから僕の10個上がそのお姉ちゃん、今のお母さんと、で、その20個上が親父なんですよね。お姉ちゃんの方が近いじゃないですか。で、いろいろよくしてくれるんですよ。一緒になって遊んでくれるんですよ、子供目線で。だからすぐ打ち解けて仲良くなって、ようご飯行ったりとかしてたんですよ。で、中学高学年か高1でしたかね、高1手前ぐらいでお姉ちゃんがお母さんになるからみたいな宣告されて、親父にもう名店になって、えっていう感じだったんですよ。まだ受け入れられなかったですね。僕の中でやっぱもともとのその産んでくれたお母さんの記憶とかが鮮明にあったんで、しかもちょっと友達かのごとく過ごしてた人なんすもんね。で、やっぱりこう受け入れれない時期がありましたし、まあ出さないですけど考え、なんかいっぱい考えて、で、お母さんとも呼べないみたいな、お母さんと呼べみたいな感じのことを言われましたけど、はい。でもその当時僕サッカーやってたんですけど、なんかサッカーって試合とかなったら朝早いじゃないですか、はあ、で、そのもう姉ちゃんがもう半同棲みたいな感じで一緒に住んでたんですよ、はあ、で、もう朝早く5時とかに起きてお弁当作ってくれたりとか、はあ、学校の弁当作ってくれたりとか、もう汚い学校の服とかあのユニフォームとか洗ってくれたりとかして、なんかいろんなこう人生の相談とかも乗ってくれたんですよ。やっぱり僕親父に自分のこう意思っていうのを出せなかったんで、なんかやりたいことがあったら、例えばサッカーやりたいだのなんだのとかも出せない時があったんですよ。親身にいろんな人生の相談っていうんですかね、将来の相談とかお姉ちゃんが乗ってくれて、やっぱ徐々に心を開くようになって、あ、でも普通にお母さんってどのきっかけか分かんないですけど呼ぶようになって。へー、それでもすごいっすね。もうちょっとちっちゃい段階だったらあれですけど、中学ってもう割と思春期でね、はい、そうですそうです。だからめっちゃ喧嘩もしましたし、あ、そのお姉ちゃんとか、はい、ああ、もう今ではもう本当のお母さんだと思ってますね。へー、そういうのって、はい、周りにの友達とかに言えるんですか、そのそういう家庭の変化みたいなのが起こるじゃないですか。あ、でも言ってましたね。てか友達とかの方が言ってたかもしれないですね。あ、でもそれいいっすね。なんかそういうのをなんか隠したいって気持ちになっちゃう人もいるじゃないですか。はいはい。なんか友達とかの方が割と自分を出してたかもしれないです。あ、むしろ家の方がちょっと出せないことというか、親父とか家族の方が面と向かって話しづらいことってあるじゃないですか、思春期の時って。なのでそういうのあんまり話せなかったですね。なんていうか、在日朝鮮人のハーフ、はい、っていう感じっていうのは、そのでも別に特にそんな弊害はないんですか、みんな周りもいっぱいあるし。もう僕の時は全然なかったですね、そういう差別や偏見っていうのは全然なかったですね。本当ゼロに近いぐらい。あと周りもほとんどそういうルーツを持ってる人たちが多かったんで、でも僕の親父の時とかはやっぱり付き合った彼女の、両親に、あいつは在日朝鮮のルーツ持ってるから付き合うなとか言われたとか、陰口言われたとか、なんかそういうのはあったみたいなんですけど、もう僕の時は全然なかったですね。あ、それはいいですね。はい。で、その高校受験を頑張るっていうのは進学校みたいなところに行くんですか。そうですそうです。もうしこたま勉強して、めちゃくちゃ勉強して、で、やっぱりこうなんていうんですかね、そういう地域、在日朝鮮ルーツの地域ってみんなもう考えるんですよ。どっちの名前で生きていくかとか、はい、高校上がるタイミングで韓国朝鮮の名前で生きていくのか、それとも日本名で生きていくと行くのかみたいな。でも僕の場合は親父がもう帰化を考えてた時期やったんで、多分僕たちのことを考えて、将来のことを考えて、いろいろ大変らしやったらしいんですけど、帰化して、で、僕はもちろん僕も日本で生まれて育って韓国も行ったことなかったんで、で、日本語喋ってますし、なのでまあまあ日本人としてって感じなんですけど、で、勉強頑張って高校に行きました、ね、そこはその高校ではその何ですか、いい大学に入りたいってモチベーションなんですか。
はじめはやっぱりなんかいい大学に行くことが一つの成功のパターンやと思ってたんで、おうおう、でその時選択肢が僕はそれしかなかったんで、もうそうしようとは思ってたんですよ。でもまず高校に入ることが一つのゴールやったんで、目の前のもうその地域でいうとベスト2-3ぐらいに入れるところに入ったんで、もうびっくりしました。環境が変わりすぎて、もう学校のクラス行ったら誰も喋らないですし、授業中ちゃんとガリガリ勉強して先生の言うこと聞いてて、もうロボット学校来たんじゃないかな。へえ。だからなんかその違和感に初めはギャップについていけなくて、やっぱり学校終わったら自分の地元に帰ってまた地元の連中と遊ぶみたいなが1年ぐらい続いてて、じゃそれでその大学とかは普通に進学するんですか？そっか。で普通に進学しようと思ってまたガリガリ勉強して、でセンター試験に向けてとかで、もう朝から晩まで その当時自分でなんかバイトとかして貯めたお金で予備校みたいな通って実習室こもってってやってたんですけど、なんか自分の中でなんか見えなかったんですよ。その大学行ってどうなるんだろうっていうはっきりした答えがわからないまま、周りもやってるから自分もやろうっていう思いでやってたんですよ。ただなんか燃えるもんっていうのはなかったんですけど、とにかくやろうっていう一心でやってて、ですごい覚えてるんが、あのそれもテレビ見てた時にボクシングの世界戦やってて、それが亀田家やったんですよ。で亀田家の世界戦の映像が流れてて、でその世界戦をやるにあたってドキュメンタリーチックになんていうんですかね、その背景をたどるじゃないですけど、そういう番組やってて、なんか必死に頑張って練習して栄光をつかむじゃないですけど、家族一丸となってめちゃくちゃかっこいいなって、なんか心震えてボクシングをちょっと始め出して、すごいこれプロになりたいなみたいなぐらい勉強と両立しながら、で高3の時にそのジムのトレーナーが僕金沢って言うんですけど、頑張ってるから金沢、この人知ってるかって言われて、なんか本見せられたんですよ。じゃあ沖縄なんですけど、沖縄の具志堅用高さんを育てた師匠さんがいるんですよ。山本キッドさんとかに指導してたりとかしてた金城新吉さんっていう、その、まあ、沖縄ってすごい気候に走る人たちも多いじゃないですか。若い頃に成人式がすごい荒れたりとか、なんかそういう人たちをボクシングを教えることによって構成させたりとか、そういう社会貢献的なことをしたり、で沖縄から数々の世界チャンピオンを生んだその監督、その名コーチ金城新吉さんという人がいて、その方のなんていうんですかね、雑誌みたいなのなんかインタビューがあって、それを読んだ時になんか僕その人に会ったら何か今の人生変わるんじゃないかなと思って、でその方が沖縄尚学高校っていうところ、沖尚っていうところの非常勤講師としてそこのボクシング部に指導してたんで、電話かけたんです僕学校に。僕大阪の高校生なんですけど、ボクシング本当になんか今好きでやってて、で今こういう悩みがあってみたいな、で金城新吉さんに一目お話ししたいんで、よかったらおつなぎしてもらうことできますかって言ったら、ちょっと経って電話来て、でそういう話をしたんですよ。じゃあもう暑いね君みたいな、そういう暑い子大好きさみたいな、もう一回沖縄に来たらいいさみたいな感じで言ってくれて、でうわっと思って、もうそこで僕なんかパーンネジかなんかが外れて、もう勉強手につかなくなって、もう呼び込む行かなくなって、新聞配達始めて朝の、でボクシングって朝走ったりするんで、だからそれよりも早い朝に新聞配達してお金貯めて、あ、もうそれ沖縄でもう生活しながらそのジムに通うっていう指導してもらうっていう、もう心づもりで貯めてたんですかね。そうです、沖縄に行こうと思って、なのでもう沖縄に飛んでその人の元に会いに行って、でその人の家での離れの家で生活させてもらいながらその人のジムに通ってましたね。でそれはもう、進路をボクサーにしたと、ボクサーを目指すみたいな、はい、プロボクサー目指したかったです。親父の反対とかも押し切って、あ、それ反対しますよね、せっかく進学校入ったのに。カンカンですね、もう何を言ってるかわからないみたいな。あ、そう、予備校も行かせてね。はいなんですけども、僕はもうこうなんで、もうお金も貯めて、もうお願いやみたいな、もう説得しまくって、もう勝手にしろって言われて、もう怒られながら行きましたね。ああ、それでも3ヶ月間そういう期間があって、ボクシング習って、ね、ボクシング学んでプロになろう思ってフリーターな
って、で、その時19歳やったんですけど、19歳になった時に、なんか僕の中で一つの思いがあったんですよ。10代最後に何か自分の中で自信になるようなことをしたいなと思って、何一つ自分には自信がなかったんで、だからプロになるとかプロテストを受けるとか今後やっていくにあたって、なんかこう根元に何かの自信が欲しいなって思いがあったんですよ。でもう一個やりたいことがあったんですよ。そのボクシング以外にですね。それはその受験勉強やってた時になんか一冊見つけた本があったんですけど、なんかバックパッカーズ読本っていう本読んだんですよ。おバックパッカーとは世界で一番自由な旅行者たちだ。なんか右に行くにも左に行くにも自由で、でそこにはどんな出会いが待ってるかもわからんしみたいな、うんうん、ただなんか生きるっていうことを実感するためになんか旅を続けるみたいな、なんかめっちゃかっこいいやんみたいな始まりで、うんうん、旅でのドラマであったりとか経験談みたいなのがいっぱい書いてあって、すごいなんかそのドラマみたいなのになんか惹かれて感動して、あいつか旅したいなっていうのはあって、二十歳になるタイミングで一回ふんじゃなんかプロテストとか今後受ける前にちょっと日本旅してみようかなと思って、ほうほう、でその時ママチャリとで1万円札しかなかったんで、所持金が1万円札だけ握りしめて、とりあえず自転車で鹿児島行こうと思ってママチャリで鹿児島行きました。ああそうだ、そういうじゃその今につながるような、はい、なんていうか原点はそこなんですね。そういうちょっとその世界中旅するじゃないけど、でその鹿児島に行っちゃってみたいですか。そこからそのチャリ、はい、旅は続くんですか。続きましたね。もう日本一周しようと決めてたんで2週間以上かけて大阪から鹿児島までママチャリとで公園とかで寝袋で泊まったりとかして、たくさん優しい人に支えられてご飯ごちそうになったり泊まらせてもらったりとか民家に、ほうで鹿児島行った時にちょっともうママチャリきついなと思って、でその当時ミクシーとかあったんですけど、はい、なんか旅人のコミュニティとかがミクシー通して広がっていくんですよ。日記とか書いてたら頑張れ応援してるよとかで、はい、じゃあヒッチハイカーがいるぞミクシー通して、でヒッチハイクってあんねやと思って、じゃあ自分もやってみようと思って、で鹿児島でママチャリ5000円ぐらいで売って、あの出会った人、そうですね、もう応援の意味で買ってくれましたね。そういうことか。そういう話をしたら、ほうほう、そうですね、でヒッチハイク始めましたね。それはじゃあ何年かけて日本一周できたんですか。あでもそれも4ヶ月ぐらいです。日本一周って言っても47都道府県行ってないんで、ぐるーって回っただけです。通った場所とか通っただけの場所とかもあります。それで戻っそのまま一応日本一周一応完遂したじゃないですか。はい、で20歳になってもうその時になったらまるっきり自分が変わってたというか開いてたんですよ。もう人見知りとかもなくなってたというか、なくなってると思ってて、毎日がこうヒッチハイクってなったら一台一台が初めましてというか自己紹介から始まっての連続で、そうっすよ、自分は今こういう思いで旅しててみたいな話をして、なんか人と喋ることに慣れていってて、すごい人のことが好きになってたんですよ。なのでやっぱでミクシーとかももう友達みたいな、マイミクみたいなのめっちゃ増えてて、ほうほう、あなんかこういうつながりを増やして集まりみたいなの作ろうかなとか、イベント団体を作ろうかなとか、お店作りたいなとか、なんか夢が変わってたんですよね、その時になったら。あボクサーじゃなくなってたんですね。じゃなくなってましたね。へだからもうボクシングももうどんどん離れていってました。そっからもうそこ旅してる時にできないですもんね。はい、なのでもう1年もボクシングやってたかなぐらいの、そういう気持ちだったら何をしだすんですか。もうイベント団体作って、はい、でもう旅人を集めたイベントみたいなのを、はい、なんか居酒屋借りてやったりとか、友達のなんかスペースをコミュニティスペースみたいなの借りて、とにかく人を集めることで自分の価値観みたいなのを共有し合えるような仲間が増えていって、その延長に僕は有名やったり影響力があるんかもしれんみたいな、なんかすごい人間になれるんかも。へー、人の話をいっぱい聞いて人生観をもらえばもらえるほど人生の選択肢が増えるじゃないですか。ほうほうほう、生き方がもっと広がるじゃないですけど、それを続けていったら僕は多分ビッグな人間になれるんちゃうかな、なんか見つかるんちゃうかなみたいな思いで人を集める、なんていうんですかね、イベント団体みたいなのをその時なんかパッて思いついた。なんかワンピースとか好きやったんで、ワンピース好きで、あとあの自由っていう単語でフリーみたいな、フリーダムですけど、そのかけてなんかフリーピースみたいなっていうなんか団体みたいなのを作って、団体作ったら言ってもこうこの指止まれみたいなんで言ってるだけやったんですけど、ミクシーでコミュニティページ作って、そういう旅人集めてとか、
イベントしたり、なんか夢を追う人らを集めて夢を語るパーティーとか、なんか思いつく限りなんかイベントをやりながら生活するようになって、ちょっとだけ参加費から上がり取ってみたいな。でもその当時僕19歳からで日本一周して帰ってきてホームレスやったんですよ。あの家実家に行ったんですけど、やっぱりこう親父はまだなんかすごいこう僕に対して怒ってて、大学も行かんし、今度ボクシングももうやめようとする、うん、でいきなりイベントする店出したり、なんか意味わかんないじゃないですか、親父からしたら、親からしたら。でさすがのなんていうんですか、親身になって見てくれてたおかんでも、相談乗ってくれてた、その育ててくれたお母さんでさえもちょっとなんかね、大丈夫かみたいな雰囲気はあるじゃないですか、うん。でもなんかやっぱり、まあ、その当時パッてできるバイトって派遣の仕事しかなかったんで、派遣の仕事とかをしながらで、イベントのことを考えてミキシーでいろんな人にメッセージを送ったりとか、こういうイベントやろうと思ってるんで一回喋らないですかとか、イベントやってる人とかにアタックしたりとかしてて、でもなんか家とか帰ったらご飯が並んでたりとか洗濯してもらってたりとかして、あ、俺ってなんかクズやなと思ったんですよ。なんかやりたいことをやりたいって言ってひっちゃかめっちゃかなんかを探してやろうとしてんのに、結局何一つ自分の生活さえも親に面倒を見てもらってるなって、その上でなんか親にこうやりたいんだ、ああやりたいんだっていうのはちょっと違うかなと思ったんで、あ、じゃあもう経済的にっていうかもう生活的に自立しようと思って、はぁ、手紙書いて家出て荷物まとめて、で友達ん家に荷物置いてもらいながら一人暮らししてる、もう鶴橋駅のあの路地で寝てました、ね。へえ。ダンボール敷いて。本当のホームレスじゃないですか。ホームレスしてましたね。作業着で寝て、朝起きて。派遣行って。はい、ポケットに歯ブラシ突っ込みながら派遣行って、ダンボールハウスとかも作ったりしたんですけど、公園に雨の日になってくしゃくしゃなったりとかしながら生活して。それ何ヶ月ぐらいですか。いやでも3ヶ月ぐらい続きましたね。クソみたいな生活してましたけど、ただやっぱなんか自分には何か。追っかけてるもんみたいなのが、かすかな光みたいなのがあったんで、なんかかっこいいとも思ってました。俺ホームレスやってるみたいな、なんていうんですか、成功してる人がなんかの貧乏話じゃないですけど、こんな部屋で住んでましたみたいな、テレビでやってるじゃないですか。で自分はそういう時期なんだと言い聞かせて、大成功する前の序章だみたいなみたいな風に思ってやってましたけど、やばかったですね。多分臭かったと思いますし、朝4時とかにアイリンセンターの前並んで、そのでとにかく行ったら若いんで安全帯と安全靴とか持ってたら、絶対雇ってもらえるんですよ、日雇いで。で一回やったら朝飯昼飯ついて1万近くもらえるんで、あ、じゃあその日は生きてきますね、そんだけ。はい、1万あったら1週間はいけると思ってたんで。へえ、すごい。はい、だって朝昼マクドの単品のバーガーでとか、あ、はい、でやばいと思って金なかったらこういうデパートとかの地下のデパ地下の試食食ってましたね。わえ、でもなんていうか分かんないけど、ビッグになりたかったら会社作ろうなのか、はい、もしくはまあじゃあ芸人になろうとか、はい、なんか音楽でとかなるじゃないですか、はい、そう、どんなルートでビッグになると思ったんですか。なんか多くの人を集めることで影響力を持てると思ってたんですよ。それでいろんなつながりを作って、その先に何かビッグがあるんかなっていう。まだ探してましたね、そういう具体的なノウハウとかはないまま。とにかくまず家必要やなと思ったんですよ。ほんまそうっすね、はい、話もなってないですね。もうほんまにそういうホームレス生活が3ヶ月以上続いた時にまず家必要やな。このその家すらもイベントスペースと一緒くたにしようと思って、なので安く借りれてワンルームでもワンルームが広い家で、でなんかパーティーごとみたいなできる部屋借りようと思って、じゃあお金が必要やなと思って、じゃあイベントとかやってたつながりで友達とかいっぱいできてたんで、ここでこれからイベントやるに行くにあたって、だいたい参加費をもらうじゃないですか。ただそのイベントを1万円払ってくれた人、初期投資で1万円払ってくれた人はそのイベントを、1年間半額にしようみたいな、参加費2000円やったら1000円、はいはいはい、っていう権利を1万円、一口1万円で売っていったんですよ。へえ。で30、40に集まったんで40万ぐらいになって、おおおお、でも初めましての人とかにもプレゼンして、こういうスペース作りたくてみたいな、そこに自分も寝泊まりするんですけど、へえ、
すごいですね。だからその自力でクラファンしてるみたいな。そうですそうですそうです。で宅飲みパーティーをするにあたって参加費2000円を取って、でご飯をちょっと軽食インスタントのなんか出して業務スーパーの冷凍食品とかで、でドリンク酒コンビニとかで買った缶チューハイ缶ビールとか集めて、でそれプラスで参加費2000円取って上がり取るみたいな。ただその1万円を払ってくれた人は1000円にするみたいな。はあ。プランで、そうですね、クラウドファンディングのなんかリアル版みたいな。そうですね。やって、でそこでイベントを開き始めたんですよ。でだん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 人も集まるようになってきたんですよ。もう毎週週末金土日がもう部屋満帆になるみたいな。15畳ワンルームの家にもう20人今日30人近く集まるみたいなのが金土日続いて。すごいですね。なので、あ、これちょっとしかも家なんでこれもう店にしようと思って、じゃあバー開こうと思って、へー、はい、で梅田にバー開こうと思って、そっから、でもやっぱり結局まだお金もなかったんで、バー開くってなったらもっと多額の資金が必要やったんで、もうそう、梅田なんてね、なんか、はい、言ったらそうですね、高そうというか、はい、で梅田の雑居ビルの2階の奥なんで、できるだけ安く、もう立地とかもめっちゃ悪いですけど、それでもやっぱりこう100万以上はいるというか、そんなまとまったお金はまだ持ってなかったんで、じゃあどうしようと思った時に、僕アホやったんで、あのマリオの格好をして、梅田のヘップ前ってあるんですけど、梅田の路上に立って、人にナンパしまくったんですよ。ほうほう。1円でもいいから、僕バーをやりたくて、バーをやりたい思いをプレゼンして、ほうほう、こんなバーやりたくて、なのでこの思いに共感してくれたら1円でもいいんで、応援金くださいみたいな、応援金ボックスみたいな作って、へー、別に世のため人のためじゃないですよ、もう自分のためですよ。ほうほうほう。ただなんか夢を持った人らとか、そういう刺激的な人らをそのバーに集めて語り合うようなバーを作りたいんですみたいなこととか言うて、ほうほうほう、めっちゃ声かけまくってマリオの格好してたんですけど、ほうほうほう、で2ヶ月で120万ぐらい集まったんですよ。すごっ。とにかくキャッチキャッチしまくって、マリオの格好なんで、あ、マリオやとか言われるんですよ。ほうほうほう。なんか写真撮ってとか言われるんですよ。僕その時やっぱ別に有名でもなんでもないんで、なんかこう有名な格好をした、することによってなんか注目をね、街の注目を集めて、でプレゼンして、で1円でもいいからって言って1万円くれる人がおったりとか、毎日立ってたんで、でルイージが必要やなと思って、ルイージの格好作って、でイベントのつながりでやってた友達とか、いろんな一緒になってイベントやってた友達に他のマリオとルイージの格好を作って、ナンバにも立ってもらったりとか、どんどん増殖していって、マリオとルイージが、なるほど、それでさらにお金を売買ゲームで募金舞台を増やしたんですね。そうですそうですそうです。えで、そうですね、120万ぐらいできたんで、もういいっすね、梅田のお店、そうですね、本当にだからリアルクラウドファンディングじゃないですけど、路上でクラファンやってるみたいな。でそこの路上で声かけてくれてた人たちとはもうみんなミクシーなり、その時ツイッターもあったんで、ツイッターとかで繋がってたんですよ、 LINE とかでも。おうおうおう。全員お客さんになると思ってたんですよ、僕バー開いたら。おうおう。だから僕梅田で始めたんですよ。梅田でバーやるってことは、梅田でもう常にバーを開いた時のためのキャッチをしてるっていうか。なのでバーをなんとか開けたんですけど、それでも結構じゃうまくいくんじゃないですか、すぐ。そうですね、めちゃくちゃ価格持ってるというか、はい、なのでどん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 やっぱお客さんもなんか来てもらえるようになりましたね。はい。でも人気店舗というか、いや人気ってほどでもなかったですね。もうだって何ですか、内装もめっちゃ手作りで粗雑で、なんかメニューとかももう紙にサインペンで書いてるみたいなメニューで、でルールのラインとかも分かんないんですよ、飲み屋のルールのなんかいろんなちょっとしたマナーであったり。だから水飲む友達とかだけが来るとかいう日もありますし、なんていうんですか、サークルでやってるみたいな、文化祭でやってるみたいな感じの店やったんで、はい、だからなんかちゃんとしたお客さんみたいなのがかっちりつながったりとかっていうのもなかったですね。あ、それじゃそういう感じだと、はい、途中から経営難になるんですか。一応もう自転車操業でしたね。赤字はなかったんですけど、ちょい黒ぐらいで生活だけできるみたいな状況でずっとやってましたね。でも僕がいないと成り立たないですし、確かに、はい、なのでそういう友達とかにちょっと店任すわとか言って、
無人島サバイバル行ったりとか、ちょっとアメリカ行ってみたりとかもしてたんですよね。へえ。むちゃくちゃなバーでしたね。へえ。でまだその YouTube を始めたんですかね、その時はね。そうですそうです。なのでそこからこう、その当時もやっぱりなんかマリオとルイージとかの格好で街に立って資金集めたりとかバーしながらなんか無人島行ったりとか、なんかとにかく自分の経験が面白くなればバーに人が集まるって思ってたんですよ。ああ、なんかネタ作りに行ってるわけですね。はい、一回ネタを作りに行くことによってバーでなんていうんですか、みんなに帰ってきてトークする、それによってお客さんが集まる、変なやつおるぞってことでみたいな連鎖で自転車操業してたんで、すごいな。ただ一切有名にならないんですよね、イベントとか 何回開いても100人とか集まる時期もあったりとかしたのに、なんかツイッターパッて開いたら、僕はなんかいろんな経験をよし頑張ってやろうと思ってやってて、いろんな思いとかをつぶやいてもいいね、まあ何十とかやったりとかして、じゃあパッてこう旅行を見たら AKB の何ちゃんとかがおはようとか言ってつぶやいたら、いいねもうボーンみたいなこのおはように俺負けんねやみたいな、数千から数万みたいな。そうそうそうです、はあ、もう有名になるっていうのはもうちょっとまた違うルートやなと、うんうん、肉弾戦で人にこうリアルでこう人を集めれる能力とかとはまた違うんやなと、うんうんうん、友達を増やしていく増やしていくとは違うんやなと思って、うんうんうん、じゃあなんかこうネットの影響力とかつかまなあかんなと思ってた時期に友達が YouTube 誘ってくれたんですよ。友達からなんですか。そうですそうです。で友達が YouTube 誘ってくれて、え YouTube? みたいな感じだったんですよ、うん、なんか YouTube ってあの実験したりとかゲームしてる人らやんなみたいな、うん、あの家の中でメントスコーラ混ぜたりとか、その当時そうやったんですよ、うんうんうん、みたいな。あとはゲーム実況でやったりとか、うんうん、なんていうんですかね、僕の生きる道というか行きたいと思ってる感覚とはちょっと違う動画が多かったんです、うんうん、でもその友達が、いやジョーはジョーなりにいつもみたいになんか面白おかしくいろんな挑戦をしていったらええやみたいな、それを全部動画に残していった方がいいよみたいな。でその友達が編集もできたんで、編集こっちでやるからもう企画とその演者はもうジョーがやって、でもうなんかお金とかそんなんも別に話せずにもう何でもええからやろうやみたいな感じで、でめっちゃすごいこう真剣に話してくれたんで、ちょっとやってみようかなみたいな。めっちゃ先見の目やろね、その方ね。そうですよね。で、はい、だってそのそういうコンテンツあんまない中それを提案してるってことも。そうですよね。で僕より年上の友達だったんですけど、カフェとか経営したりとかしてる、なんかすごいビジネスに精通してる面がある友達だったんで。一発目何出したんですか。かっこいい自転車の乗り方っていうあの黒歴史動画を上げてます。今でも残ってるんですけど。あ、そんなんがあるんですか。はい、公園で自転車乗ってるだけの、ふざけて乗ってるだけの、あ、なんちゃら乗りとか言ってふざけて乗ってるだけの動画なんですけど、はい、未だに残してますけど、あんま見られてほしくない動画があります。最初からさっき言ったようなその旅行ってるとことか撮ったらええやんっていうとこあるから、はじめはやっぱ真似事から入りましたね。なんか笑いを取ろうというか、ネタチックに何かやろうみたいな。当時は何ですか、でももう当時ってヒカキンさんとか有名なんですか。有名でした有名でした。ヒカキンさんとで、よく見てた東海オンエアさんとか。あ、東海オンエアさんももういたんですね、はい、でも収益化も始まってたんで。あ、でも多分10万チャンネル登録いってたかな、みんなみたいな時期やったと思います。そうですね、100万とかいないんですね。はい、そもそも100万はいなかったですね。へえ、みたいな時期で。じゃあその一番最初に逆にバズったのは何なんですか。ね、そこからね旅始めるんですけど、 YouTuber でまだ上がってない映像を撮ってみようと思ってアメリカ無一文で横断したんですけど、アメリカは本当に無線でロサンゼルスに立って、そこからヒッチハイクでニューヨークまで行くっていう企画、あの本当に電波少年、はい、自分でやってみましたみたいな、カメラマンの友達と一緒にやって、でもやっぱりこう編集とか追いついていかなくなって、アメリカ横断なんとか達成できて帰ってきて、終わってから動画をアップし始めるんですけど、何一つバズらなくて、アメリカ横断帰ってきてもチャンネル登録1000いってなかったですね。一個一個命かけてやったんですけど、でスラム街の動画だけひょこっとバズりましたね、10万再生とか。あ、そのアメリカのスラム街。はい、ただ他は何一つ、数百いったらいいかなみたいな再生数やったんですよ。で僕からしたらもう冬の、北米大陸を無線でヒッチハイクで野宿しながら
横断して生死をさまようような体験をいっぱいして、それすごいドラマティックやと思ってたんですよ。ほうほうほう、その映像も、うん、なんでバズれへんねやみたいな。片やなんかメントスコーラ混ぜたりとかシール動画とかバズってたりとかするのに何が違うんだと思って、あのそこから研究し始めたんですよ、 YouTube を。サムネイルとか、見出しの作り方とか編集の起承転結の作り方とか、それを今やその当時やってる動画とかに落とし込んでいった時に徐々にバズるようになって、ああ、じゃあ普通にクオリティとともに再生数が上がったって感じは。はい、クオリティ、そうですね。やっぱ死にかけるような体験でもその見出しが悪いというか、あ、はい、そういう過激なことやっても見出しが悪くて、でそういうの整えてきた時に西成シリーズが始まったんですよ。そこですごい噛み合いましたね。でその完全にその YouTube、 その時はまだバーやってるんですか。あ、もうバーは YouTube をやめるぐらいでやめました。あ、始めるぐらいでやめたと。はい。あ、それでどんぐらいでそのなんですか、 YouTube でちゃんと一応その普通にやってくれてるカメラマン、編集やってくれてる友達と皆さん自身が2年ちょいかかりましたね。あ、食えるまで。はい。あ、そんなかかってるんだ。はい。今みたいに YouTube を見てる母数の人口も多分少なかったと思うんですよ、うんうんうん、なのでその時10万チャンネル登録いくっていうのは今の100万人より多分すごいぐらいの、多分少数派でしたね。どのタイミングぐらいですか、その自己資金、その YouTube のちゃんと稼いだ資金でちゃんと海外に行けるようになったっていうのは。アメリカ、北米大陸横断終わって、そこからいろんなシリーズ、そういう日本のディープスポットとか、うん、過激な、例えば炎上交際してる人に突撃するとか、うんうん、右翼の凱旋カーにこうヒッチハイクするとかなんかそういう過激なことをやり始めて、じゃあどんどん乗っかってきて、で収益がつくようになって2年ぐらい、うんうん、メーカー 2年間経ったぐらいから。そうですね。で次南米縦断に行こうってなった時はもうある程度なんですか、資金をなんとかぐらいですね、貧乏旅できるぐらいは。ちなみにその間にその過激な映像で、はい、本当に危ない目とか何回もあってきて。はい、でもなかったんですよ。本当に危ない目はなかったですね。そのあーでも怖かったんといっぱいありましたよ。本当もうアホやったんで、あの闇スローとか突撃したりしてましたね、隠し撮りで。で噂で引っ掛け橋でちょっとキャッチがジョーをしゃ探してるみたいな、こういう意味で探してるみたいな。あ、そっか、それ撮って出しちゃってるってことですか。出します、出しますそのウークの凱旋館の企画も後でウークの総本部からメール来ましたね。そうなんですか。消してくださいって。あ、そうなんですか。消すんですか一応。消します、消しました。あ、まさしく消さないともうやばいです、怖すぎるんでこっちとしてはね、なんか別にそうですね、死にたくてやったわけじゃないですか。そうです、そうです。それこそヤクザの闇スロなんて言ったらもう直ヤクザみたいな組織じゃないですか、そら、はい、そうですよね、多分大元はそっから、まあでもそれもだからあの怖くなって消しましたね。あ、じゃあ結構だから僕消した動画ってめちゃくちゃ多いです。やっぱり本当にやらせなしなんで、で大麻の売人に突撃したやつも消しましたし。それ大麻の売人にどうやって突撃、どうやって情報を仕入れたんですか。あの何回も失敗したんですけど、そのヒマトークですね、ヒマトークってアプリがあったんですよ、出会い系の。ほうほう。そこで売人があのいろいろ売ってたんで、で買うっていう体で行って突撃して説教するみたいな、じゃあ喧嘩なって逃げるみたいな動画であったりとかすごいな。そんなんだから、で命はいくつあっても足んないなって思いますね。やってましたね。 YouTube だからちょっと数字が止まらんともうハイになりますもんね、はい、しかもその当時コンプランもゆるゆるやったんで、過激なことすることがなんか一つのなんていうんですかね、再生数ですし、あとかっこいいみたいな風潮もあったんですよ。あー、だから YouTuber も結構、他の YouTuber も結構過激な動画が多かったと思うんですよ。あー、友野さんがなんかの動画でうんこ食えるか食えないかでみたいな。あー、はい、一緒にしょんべん飲み合った仲間ですね、動画ですぐ消されましたけど。あ、そうなんだ。はい、あのヘキトラの2人とかとそういうこともしましたね。しょんべんむちゃくちゃしました、その時も。今考えたら多分全部炎上するみたいな動画ばっかでしたよ、その当時の YouTube 業界って。でもそれがまかり通ってて再生も上がってた世の中だったんですよ。あ、もうエロとかもすごかったですね、エロ企画とかも。ほうほう。おっぱいさえ見えなければ何でもありみたいなぐらいの感じでしたね。じゃあもうエッチしちゃってみたいなのあるんですか。多分モザイクかけたらありやったと思います、ちょっとぼかして。へー。ちょっといい感じにカット入れたらありぐらいの。なるほどね、はい、
そっか、なんか行ったもんな、そもそもさん、なんかそのどっかのタイミングで急になんか規制が厳しくなって、はい、ニュースになっちゃってみたいな。そうです、そうです、ありました本当に。でもさ、それうまいことこうかあのシフトチェンジしてたんですか、そういう。あ、僕は全然です。とどまってました、過激に、過激企画にずっととどまってましたし、はい、それが一番如実に現れたのがスクランブル交差点ですね。あ、何でしたっけ、ベッド置いたみたいでしたっけ。はい、そうです、スクランブル交差点でにベッドを運んで大大大炎上しましたね。もう真っ昼間ですよ、もう人が一番往来している中でスクランブル交差点にベッドを運んで、まあ、一応青信号のうちなんですけど、青信号になった瞬間に一旦ブワーって走ったら誰もいない空間ができるじゃないですか、スクランブル交差点の真ん中に。そこにベッドを置いてブワーって青空を仰いで、でまたみこしみたいに運んでもらってっていうだけの動画なんですけど、まあ、撮影して動画をアップして大大炎上しました。もう迷惑行為極まないみたいな。そうですね。おー、なんとね。その当時ってコンプラの変わり目やったんですよ。でスクランブル交差点で野球したりとか鬼ごっこしたりとかエロ本を大声で呼んだりとか、うんうん、落ち着きしたりとか、いろんな YouTuber がスクランブル交差点を舞台に、まあ、やっぱり目立つんで、うんうんうん、いろんな動画を上げてたんですよね。でそれをピタッとみんなやらなくなったんですよ、コンプラが厳しくなることによって。そのなんかこうコンプラの風穴をちょっと開けたいなみたいな、アンチテーゼじゃないけど、じゃないですけどっていう思いがあって、なんていうんですかね、やっぱり常識に抗うことがなんか一つのかっこよさなんだ、ロックなんだみたいな風に履き違えてたんで、僕もほうほう今やってるやつおらんから今こういうことやってやろうみたいなんで、ほうほうやって、で動画アップして、アップした当初は炎上しなかったんですけど、あ、そうなの、後から NHK とかいろんなニュースに取り上げられて、そっからブワーって炎上しましたね。もうニュースとかにもなってて、もうツイッターとかにもどんどん、なんていうんですかね、僕その当時ノルウェーにいたんですよ、炎上した当時、ニュースとかになった当時。その当時北極マラソンっていうのをしようと思ってて、北極に行く手前でノルウェー最北端の街でヘリコプター待ってたんですよ。でもヘリコプターって風の影響で結構1週間飛ばないとか普通なんで、あとヘリコプターが飛ばない状況でホテルで待ってた時に、パッて朝起きて携帯開いたらツイッターにトップで僕モザイクでYouTuber 書類送検って書かれてるんですよね。お、書類送検高くて、はい、で僕あれ俺今ここにおんのに日本で俺はどうなってるんだみたいな、はー、もうわけもわからない状況で、へー、でそれは北極マラソンスポンサー企画やったんですよ、スポンサーさんが何社かいて、はーはーはー、でそれで応援してもらっていく北極マラソンやったんで、まあ、スポンサーさんからもちろん一回中止みたいな、一回ちょっと日本に帰ろうってなって日本に帰って、警察から連絡が来て、任意なんですけど、あのこんだけ大ごとなんで一度取り調べを受けますかっていう。じゃあもちろん受けます、うんうん、僕何が犯罪なのか分かってなかったんですよ、法律チェックとかしてなかったんで、うんうんうん、一応道路交通法違反なんですよ、うんうんうん、はい、物件置きっていう道路交通法違反で、そういう人の往来が多いところにあの大きなそういうものを置いてはダメみたいな感じやった道路交通違反で、はあ、いやなんかハロウィンとかの時にめっちゃいろんなことしてる、あの連中とかの方がそうやろみたいな、みたいな、なんかあいつらもこんなんやってるや、うん、あいつらもこんなんやってるやみたいな、うん、なんかまだわけが分からなかったんですよ、なんで俺があんな、はあ、みたいな。で警察の取り調べを受けて、はあ、で書類送検なんで検察庁の結果を待つみたいな、はあ、で最終は、罰金5万でしたね、罰金5万、道路交通違反で罰金5万円っていうのを払って終わったんですけど、まあでもすごいこう判決が出るまでにちょっと時間がかかって、そうですね、なんかやっぱ今でこそこう炎上をコントロールしていい方向、炎上が一つのなんか波やとしていい方向に舵を切って持っていく人って多いと思うんですけど、僕も SNS とかもやっぱりこうスポンサーさんとかもいたんでストップ食らってたんで、もうとりあえずこうもう燃える炎を見てるみたいな、でもう平謝りみたいな状況で。その間は休んでるんですか、動画投稿は。ねちらほら上げてましたね。それ関係もう謝罪動画とかじゃなくても普通にその謝罪動画も上げながら、海外の動画とか上げてないですけど普通の日本の動画上げてましたね。何上げたかちょっと普通の動画上げてましたね。なるほど、まあでもなんかそういう感じってことですね。そうですね、で謝罪動画出したり今から警察行ってきますみたいな動画出したりとかしましたね。
はい、なのでそこでチャンネル登録が140万人いってたんですけど、第41回目ですよね、10万人ぐらい減って130ぐらいになって、そういうこともあるんですね。そうか、その炎上で減るっていう、減りまくってずっと止まってましたね、チャンネル登録自体も。はい、停滞するんですね。そこで一回停滞しましたね。離れるというか、はい、でももうそれで良かったと思います。やっぱり僕やっぱこう結構視聴者さん無視してたんで、もう俺がでもう俺がこう自分の道を生きてやるっていう思いがこう自我を出す、自分を表現するっていうことがかっこいいと同時に、ある種視聴者さんも無視してましたね、思いみたいなのを。それはちょっとやりすぎじゃないかみたいなコメントとかも、はい、うるさいぞみたいな。はい、そうですね。やっぱりこう影響力増えれば増えるほど見られ方って変わっていくし、みんなの手本にならなあかんねんなって今は思うんですけど、なんかそういう責任感とかも一切知らずに、いや俺別に有名だったけど変わってないしみたいな感覚ですよ。僕自体はもちろん変わらないわけじゃないですか、生活も別にそんなに変わってなくて、お金は収入は増えたとしても生活自体は変わらないタイプだったんで、だからむしろ有名になってもなんかこう過激なことやるやつが勝ちというか、そういうふうに、はい、履き違えてたというか、で、すごいいいカンフル剤になりましたね。考えるきっかけにもなるし、はい、あ、なんか結局俺がちゃんとした思いやりとかをいろんな人に持ってなかったやなみたいなのを感じさせられる事件でもありました。はい、やっぱだってすごい僕やっぱ上げてもらって YouTuber で有名になったタイプなんですよ。初めのうちはふつふつとそういう日本のディープスポットとかの動画とかで上がっていったりとかあったんですけど、やっぱ亀田家のお世話になったりとか。あ、そうです。亀田さんとちょっとなんか戦ってましたもんね。そうですね、もう本当に奇跡ですね。そこでやっぱこうボクシングのあれともつながりますし、プロになりたいと思いとも。あ、そうか、だって憧れだった人たちとアベマの企画とかで戦えたんですね。そうですね、亀田家。あれオファーが来たんですか。いや、もうそういう番組があるっていうオーディションが視聴者さんから教えてもらったんで、亀田光輝さんに勝ったら1000万円っていうアベマ TV の企画で、たまにボクシングの企画やってたんですよ。ちょっとかじってたじゃないですか。スパーリングしてみたとか、はい、はあはあ、とか殴られやって言ってグローブを持ってもらって30秒僕が避けますみたいなのを路上でやったりとか、うんうん、なので視聴者さんがやっぱその僕の中でちょっとボクシングをかじってたみたいな、うんうん、じゃあちょっと亀田家に挑戦してみたらいいやみたいなで応募したら、トントン拍子で3000人近くの中から合格することできて、でそれの番組自体で光輝さんと戦って、じゃあもうその当時の配信の中で日本歴代1位になって、うん、1000万以上の再生回数、はもう一晩でチャンネル登録15万人ぐらい増えたんですよ。すごい、すごい、なんていうんですかね、シンデレラボーイってこのことかっていうぐらい、東京でなんていうんですかね、撮影があったんですけど、大阪帰ったらもう新大阪の時点から違いましたね。めっちゃ人に声かけられて、確かにあの企画なんかサーバーダウンしたみたいになってましたね、はい、なんかね、そう、すごいそういう風にお世話になった企画でしたね。そっから光輝さんに声かけてもらって、3ヶ月で僕がプロボクサーになるっていう番組があったりとか、そういういろんな人の出会いで引っ張ってもらえたって感覚があったんですか。そうですね、エグザイル淳さんにも拾ってもらえて、もう国さんよりも前でしたね、それは。アベマ TV よりも前にエグザイル淳さんから連絡があって、マネージャーさんからですけど、いきなりなんていうんですかね、広島の撮影に行こうと思って、漫画喫茶で寝てる時にその当時カメラマンやってた友達からバンバンと個室いきなり開けられて、このメール見てって言われて、じゃあエグザイル淳のマネージャーです。淳さんその時エグザイル休止、活動休止中やったんで、音楽修行アメリカに行ってる時期で、淳さんが僕のファンですみたいなことが書いてあって、でよかったら日本でお会いできないですかみたいな。へえ。もう嘘や思いました。僕はその時過激なこととかも突撃企画とかもやってたんで、まあ、他にもいろんな動画上げてましたけど、ついになんか闇組織からの手引きが来たんかなみたいなとか、なんか出会い系変なの間違って登録しちゃうかなとか、そんなぐらいの現実感ないようなことやったんですけど、住所とか一致してたんで、事務所の LDH さんの事務所中目黒ね、はい、調べたりしたら一致してたんで、ちょっとメール続けてみようと思って続けて、で料理屋さん行ったら淳さんが行って、でそれ
動画に上げてもいいですかっていうことで上げさし向こうにいろいろ許可を取ってもらって上げた瞬間新聞載ったりとか。へえ。そうだそうだそう。今ですねこう YouTuber っていろんな芸能人さんと多分交流あったりとかコラボってあるんですけどなかった時期やったんで。へえ。すごかったですね。ヤフーニュースになったり LINE ニュースになったりとか。何やこれはみたいな。そういうちょっと引っ張ってくれた人たちがいっぱいいたからこそ、はい、その炎上はかなり残念な気持ちにさせたというか。そうですね。だからそういう人たちに支えられたっていうのもなんか別物やと思ってましたね。自分がどんどん自分らしく生きるっていうか自分をとにかく出し続けることが一つの感謝やみたいな感覚、うん、変わらないことがみたいな。そうですね。なんかいろんな思いが一致しなかったですね。はい。ちょっとその動画ね、もう基本 YouTube で一応でも動画を上げ続けてある程度再生されれば、ねね、あのずっとこう伸び続けるのがなんとなくセオリーだったりするじゃないですか、はい、その伸びない辛いですかずっと2年は止まりましたね。その止まってる2年間って どんな気持ち。コロナになっちゃうじゃないですか、はい、言ったらあの日本の企画以外でも海外に行くのもちょっと要は売りだったりとかしたんじゃないですか。そうですね。でも行ける国はあったんであれでしたけど行ったり行かなかったりみたいな感じなんですけど、でもコロナになった当初は行かなかったですけど、でも日本でも結構動画上げてたんで、うんうん、日本のシリーズいろんなシリーズやったりとかで動画アップしてたんですけど、でも本当に炎上は、2年以上まあ、自分も多分定まってなかったですし伸びない時期でしたね。なので130万人まで減って10万人近く減ってそっから138までをずっと行き来してましたね。あ、伸びたり下がったりとか。はい、伸びたり下がったりちょっと伸びましたみたいな。でずっと停滞してとかで結局2年通してじり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 やりながら137とか8とかぐらいまでで、もう亀田1000万企画の時なんかもう何ですか、さっきシンデレラボーイって言いましたけどうわーこう人が寄ってきて、うんうん、って時期がさーって離れていってましたもんね。へー。はい。でもなんかその周りの友達とかはやっぱ全然離れていかなかったですけど、なんかその世間的な見られ方っていうのはもう迷惑系 YouTuber ですよ。あー、なんかだ迷惑行為をしてる一番なんかそのつむらりがなかったとしても、まあ、実際迷惑なことをしたですし、まあね、言ったらまあ迷惑行為といえば迷惑行為ですよね。そうですよね。はい、もうそういうカテゴライズじゃないですけど何やっても違う方向に捉えられる。あ、はい、自分がこう本当の思いで喋っても違う目線で受け取られるっていう日々やったんですけど、でも自分さえこう自分に持っとけばいいやと自分の思いをって思いながら一緒に頑張ろうと思ってやってましたね。それはじゃあちょっとなんかこの壁取れたなっていう感じはここ1年ってことなんですか。ちょっとなんか取れ始めた時があったんですけど1年半前ぐらいにちょっと僕の母が亡くなってしまったんですよ。あ、で、あ、それ本当の母ってことですね。そうです。産んだお母さんの方が亡くなってしまって、それでなんていうんですかね、ずっと僕はどうしていいかわからん状況が続いてましたね。今年の初めまで僕が会おうとしてたお母さんやったんですけど、うん、首つって自殺してもうたんですよね。なんで有名になろうとか思ってたんやろうとかなんかちょっとわかんなくなってしまって、それがこう1年半前ぐらいあって続いてましたね。ちなみにそお母さんとは幼少期に離れ離れになったじゃないですか、はい、時々会ってたって言ってたじゃないですか、はい、その最後に会ったのはいつだったんですか。時々会ってたんですよ。で YouTube 始めるほんと前後ぐらいにいきなり SNS で、メッセージが届いて、はい、実の母です。あ、それはじゃあどんぐらいぶりなんですか。そのメッセージが来たのはもう10年ぶりとかですね。あ、でそのもう小6ぐらいから会ってないですか。はい、やっぱ新しいお母さんが来てとかもあったんで、連絡ももう断たれてる状況というか、多分親父の方でいろいろ考えがあったと思うんですけど、その10年ぶりに連絡来て、そうですね。で僕のイベントに行きたいとかを言ってくれて、ですごいこうメッセージで謝られたんですよ、うん、なんかあなたをこう
掘って、出て行ってごめんなさいみたいな、うん、いやでも僕の中では今こうやって生きれてるのはお母さんのおかげですし、こうやって元気に健康にで周りに友達とかもおって幸せに生きれてるっていうのはお母さんのおかげなんでみたいな、うん、もう謝らんといてほしいみたいな、うん、でじゃあイベントに来てほしいって言って、うん、来てもらったんですよ。それがでそっからちょくちょく会うようになったんですよ、うん、でもやっぱりその僕カメラ1000万企画通して東京に上京して、うん、でなんていうんですかね、東京に住んだんでそこからまた会わんくなったんですけど、で連絡だけちょいちょい取ってたんですよ。で今僕大阪に帰ったんですけど、コロナを機に、うん、はい、大阪で生活してて、でじゃあもう会えるねっていうことで、じゃあ会おうっていう LINE を組み交わして、でじゃあその当日になってなんかちょっと体調不良でって言ってドタキャンされて、なんかそういうのが続いたんですよ。なんか他の予定入ってみたいなで当日にドタキャンみたいなのが続いて、でちょっと精神的にも病んでるなみたいな LINE が送られてきてたんですよ。ちょっとやばいなと、うん、なんかちょっと体も良くないみたいなとか、なんか死にたいすらちょっとこうで、向こうにも家庭があったん で向こうの、はい、家族がどうにかしてくれるだろうっていうちょっとした安心感はあったんですけど、でもなんかそこに僕が突撃するわけにもいかないですし、向こうの家族に対して、なので、まあ、ちょっととりあえず会う日にち日取りをこまめにたどり着けて、で会ったらなんとかなるだろうと思って、とにかく会おうと思ってた矢先、深夜に LINE でなんか今から会いたいみたいなが届いてたんですよ。で僕寝てたんですけど、会いたいですっていうのと、あともう今すぐ会いたいっていうのと、あともう一通もう会えなくなるかもしれませんっていうのが届いてて、で朝起きて僕、あもうすぐにもう、あ今すぐ会いに行くわみたいな言ったんですけど、もう既読もつかないですし、で電話しても繋がらないんですよね。めちゃくちゃどうしよう、なんかあったんかなと思うじゃないですか。か、まあもしくはなんかなんていうんですかね、まあ携帯のトラブルなのか何なんかなって分からない状態で、数日経った時になんか広島県県外の税務署から僕の自宅になんか手紙が届いたんですよ。固定資産税の請求書の手紙で、いや僕その県外に土地なんて持ってないのになんでかなと思ったら、開いたら、でも僕宛てやったんで、開いたら母親の名前が書いてあったんですよ。で個人〇〇母親の名前と死んだ日付が書いてあったんですよ。でその死んだ日付が僕が、LINE 最後にした、会いたい会いたい会えなくなる、ま、なるかもしれないですっていう、その深夜に来た日付と一致してたんですよね、死んだ日付が。でその土地はおかん の実家の土地やったんですよね。もう実家のおじいちゃんおばあちゃんも亡くなってたみたいなんで、もうなんていうんですか、だから辿って僕に来たっていう感じだったんですけど、でもなんで亡くなったのかどうか分からなくて、もうポカーンって感じで、もう頭真っ白になって、なんかどこに感情を置いていいか分からない状況で、そうですね。でちょうどそれが1年半ちょい前やったんですけど、でそこからいろいろ調べて、そのおかんがその当時家族と住んでたっていう、向こうの家族の実家の近くの警察署に連絡して、何々さん、亡くなった何々さんがどういう状況か分かりますかとかいろいろ調べたら、旦那さんがいて、旦那さんと二人暮らしで、でじゃあ旦那さんって どういうことなっていう、なんでな一緒にそばにおったのにみたいな思ったりとかして、で、まあ、旦那さんの元に会いに行って、でいろいろ話を聞いたら、まあ、うつ状態になって結果自殺してしまったみたいな話を聞いて、そこからこうどうしようっていうので、なんていうんですかね、動画撮影はしてたんですけど、やっぱりこう結局日常の時間は進みますし、で動画撮影したりとか店とかも出してるんで、店やったりとかもしても、なんか心が乗っからないというか、なんかおっしゃやるぞってこう 120% 言えない状況が続いて、で笑っててもなんか笑ってていいんかなっていう、そのなんかこの状態で生きてるってどういうことなんかなとか、なんか目標を見失ってしまってっていうのがなんか続いてたんですよね。でもそのおかんと LINE を組み交わしてた時に、
なんか最後の方に言ってたんが、なんかもうあんたたちが元気やったらもうそれだけでいい、うん、元気に健康で生活してくれてたらもうそれだけでええねんみたいな話をしてくれてたんで、なんか僕がそういう倉庫をしてる時に、実家に帰った時に、自分の実家に亡くなったおじいちゃんの神棚があって、いつも僕手を合わせるんですよね、実家に帰った時に。でその時に手合わせて目つぶって、自分が心の中で言うんですよ、あのこれからも周りの人たちを大事にしながら元気に健康に日々を必死で生きていきますみたいなおじいちゃんにいつも言うんですけど、なんかそれを言った時に、なんか今自分それできてないなって思って、じゃあ僕はもともと当初夢になりたいとかって思い、お母さんに会いたいって思いは、自分が元気に健康で生きて、なんか人生を楽しく生きるのが親に対しての最大の感謝だと思って、そういう風にそれを伝えたいって思いで夢になりたいと思ってたんで、なんかそれを天国で見てるお母さんがおるんやったら、もうそうやって生きていこうって、なんか僕の中でもう決めて、途中でこの YouTube ってなんか発信者としてたくさんの人を救えるなと思って、悩んでる人らとか、なんか自分ごとのように見てくれるじゃないですけど、視聴者さん、僕以上に僕のこと知ってるやんみたいな人らとか、なんかそういう人たちに自分の本当に楽しんでる姿とか人生っていうのを伝えるツールとして見せていけることによって、なんか死んだおかんも分かり合ってくれるかなっていう風になんか思って、パチッて切り替えて、もう今年からじゃめちゃくちゃ頑張るぞと。でなんかずっと停滞してた時期にそんなこととかもいろんなことがありましたけど、なんかやっぱ僕と同じような時期に同世代で有名になった人たちがもっと有名になってたんですよね。なんか YouTube 開いたらヒカルくんやったりラファさんとか、まあレペゼンもそうですし、プロタンとかテンチムテンちゃんとかミクルくんとかもそうですし、コラボしたりとかしてた人たちがもう僕よりもはるかに有名になってて、めっちゃかっこいいなっていうのと同時に、羨ましいなとか悔しいなと思って、同じようなチャンネル登録で同じような影響力でやってた人たちとかもおったんで、その人たち会ってた連中がすごいこう YouTube も同時に大きい世界になっていって、芸能界の人らとかも来て、なんかもっともっとないろんな夢が広がるようなツールになったんやなと思った時に、このままじゃあかんなって、自分がもっとこう帯を締め直して人に感謝を忘れずに、ちょっと日々必死にやって一応やってみるかって思ったんが今年からなんですよ。あでもだって今だから伸びてますもんね、それで言ったら。そうもう頑張ってます、まだまだこれからなんですけど、めっちゃ頑張ってますね。一個一個の動画に時間をかけるようになりました。あどうやったら面白いと思ってもらえるかなとか、どうやったらもっと響くかなとか。だってあの高知 の, あのマンション行ってたじゃないですか、あの沢田マンションですか、あれの説明とかなんかあのきっとあの大家の人が出てくるより全然分かりやすいんじゃないかなちゃんと詳しく説明してて、いやもう記事とかもいっぱいネット記事読んだりとか本とかも読むんですけど、はい、その企画にまつわる本とかも読んだりして、難しい言葉で書いてるじゃないですか、それをこう自分なりに口語に変換して、ただそれでもやっぱりこう歴史って解釈やったりとかするところもあるんで、ほんと難しいですけど、なんとか伝わるように伝えようと思って。気持ち入って動画に関してはやっぱ伸びてきてるなっていう感覚がやっぱ上がりますか、先生。やっぱ自分の気持ちと動画って連動するんやなってすごい思いますね。なんか動画一つ撮ってもやっぱり編集撮ってもあのカットのタイミングとかでも、まあ、0.1 秒とかぐらいまで見るというか、BGM もどうするかとかすごいこだわるようになりましたね。そのジョブログのチームでマネージャーとかと一緒に話し合って、なんかそうですね、本当だからマネージャーとかおかげですね、編集とかしてくれて。今は何人のチームやってるんですか。今は3人ですね。ジョブさん含めて3人。そうです、僕が演者なんですけど、あと編集してくれるマネージャーと、あともう一人編集してくれる人と3人です。一番最初に誘ってくれた人もいないですか。いないですね。あなるほど。めっちゃかっこよくて、その友達も僕に勧めて、でちょっと伸び出した時に、じゃあもう俺いらんなって言って、もうお金もいらんからって、お嬢がそうやって夢になることが俺にだってすごい嬉しいことやからって言って離れていったんですよ。かっこいい今でもめっちゃ友達ですけど、すごいっすね、めっちゃかっこいいやつで。そんなことだったらね、言ったら、はい、あのパーセンテージで分けようよとか言いそうじゃないですか、普通はね、はい、もう俺の役目は終わったって言って
潔いっすね。かっこよすぎる友達やなと思って。へえ、はい、いい人と出会ってますね。じゃあそう考えると、めちゃくちゃもう人にしか恵まれてないですね。人によって助けられてます。今も大阪帰ってからも今いっぱい西成の人たちとこう、そうです、コラボとかしてるか、コラボとか出てもらったりとかするじゃないですか。西成ってほんまも昔ながらのなんか人情の街なんですよ。本当なんていうんですかね、レトロというかご近所付き合いで成り立ってる、その雰囲気が好きで西成にいますね。すごいっす。じゃあ今どんな感じですか、目標というか。目標ですか、はい、チャンネル登録、まずはでも数字的な目標は200万人ですね。ああ、そうっすよね。はい、200万人で超えて300万人を目指したいと思ってるんですけど、うん、300万人はまだまだ遠い、数字的には遠いんで、うんうん、まずは200万人目指したいなって思いと、心を大事にしながら、なんか視聴者さんも大切にしながら、大切にするとすごい難しいんですけど、やっぱ自分の思いもありますし、うんうん、1個やっても誰かに迷惑かかったりとかするじゃないですか、うんうん、でも思いとしてそういう信念は持っときたいなっていうのと、あとはやっぱこう、なんていうんですかね、本当に目的は自分の人生を投影してるチャンネルなんで、ジョーブログって、良くも悪くも、なので、そういう、自分が日々の人生を生きることによって、人生っておもろいんやぞと、なんか新しい世界を見せることによって選択肢を増やして、本当こう、自ら命を絶つ人を減らせればなと思ってるんですよね。それはすごい思いとしての信念なんですけど、なんかそういうことによって僕にも言い聞かしてるんですけど、うん、数字的な目標は200万人ですね。いやでもさっき言った思いみたいなものも確かに伝わると思います。それってね、自分の経験から本当に思ってることですもんね、言ったら。そうですね。でなんかそれを忘れずにやりながら、やっぱりこう多くの人が見てくれることによって多くの人に伝えれるものがあるかなと思うんで、数字も大事ですし、もちろんお金も大事ですし、大切にしながらそうやって養っていこうって自分自身を思ってますけどね。ちなみになんか最近なんか公表したって感じなんですか、その自分のルーツというか、あの動画でというか、はい、あれはなんかきっかけがあったんですか。その前に北朝鮮に潜入してるときは別に自分がそういうルーツだって言ってなかったんですか、あの動画だった時に、はい、やっぱりね、なんていうんですかね、YouTube と自分を切り離してた考えもあったんですよ。へー、はい、でももう根っからの心というか、いや根っからの心を見してたんですけど、なんかもっともっと深いとこまで見せれるなっていうか、うん、見せたいなと思いました、視聴者さんに。もっとなんか視聴者さんと寄り添って生きていこうと思って、さっき話したようないろんなきっかけがあって、うん、それで今年からそういうことにも赤裸々に話していこうっていう思いが強くなりました。でもまだまだビッグにはなりたいですね。おー、はい、そうですね。で叫び続けたいですね、おかんに対してありがとうって。ああ、はい、ありがとうございました、楽しかったです。また連絡します、ね、はい、またよろしくお願いします。ありがとうございました。もっとクソみたいな目に遭えばいいのにって、あんなやつら呪ってる時間だって、もっと面白い作戦立てて、世界線に1倍明日蓋をして繊細で済まされてきた My death at the past 笑い飛ばせない今までの人生、死んでしまうまでの退屈売りに、こんな思いわざとバカにわかるにさらしてる My death at the past 聞き慣れちまった